D 王家のバギー。皆さんワンピース楽しんでるか？極み解説のオンデマンドだ。ワンピースの公式から8月15日まではネタバレしないよう配慮してほしいとあったので我慢していたが、ついに8月15日となった。その時が来たんだ。今回はワンピースフィルムレッドの解説と正直な感想を話していく。私がどれくらいワンピースが好きか言っておこうか。ストロングワールド以降の映画は全て劇場で鑑賞しているし、本気で同家のバギーは D 王家のバギーだと思って日々考察している。そんなレベルだ。ぜひこの映画に関するみんなの感想をコメント欄で聞かせてほしい。それでは早速ワンピースフィルムレッドについて解説していこうか。最初に一番大事なことを話すとしよう。まず今回のフィルムレッド、今までのワンピース映画の中でも特に異質なものとなっている。それはルフィたちが止めなければならない相手が女の子だってことだ。まあ今までの敵キャラがおっさんばっかりだったからな、可愛い女の子を出したくもなるだろう。また異質なポイントは他にもある。それは歌の能力だ。アニメ作品でガンガン歌わせるってのは実はよくある話でな、ディズニープリンセスなんか全員歌うし、マクロスデルタ、竜とそばかすの姫なんかも歌が物語上重要な役割を持つ。ついにワンピースでもやるようになったかって感じだ。キャラが歌うことについては特に違和感はない。歌の能力、歌う歌の実はシュガーのホビホビの実やバカラのラキラキの実と同じで概念系の能力だ。なぜ今回の敵は概念系なのか、それには明確な理由がある。それはもはやルフィたち麦わら海賊団に勝てる戦力がないからだ。ルフィたちの強さはかなりインフレしている。物語もクライマックスに突入したのでしょうがないことでもあるよな。劇場版も同じだ。最近の敵は元海軍大将ゼファーだったり、カイドウ並みの強さを誇るバレットだったりと、もうこれ以上の敵はいないレベルの強さだ。ということで概念系、ナルトで言えば無限月読み系の歌が今回の敵キャラというか止めるべき相手としてデザインされたわけだな。その結果、今までの肉弾戦的な戦闘より歌うシーンが増えたため賛否両論繰り広げられることになったが、個人的にはいい選択だったと思う。だってスタンピードの戦闘描写やりすぎだったろ。正義か悪かではなく思想の違い、つまりイデオロギーの戦いに落とし込んだ今作はまさに新しいワンピース映画だ。高く評価したいポイントだ。ただしこれじゃあアドの PV じゃんって意見もよくわかる。賛否両論バチバチにあることも映画を盛り上げる超重要な要素だ。ではここで否定的な意見を見ていこうか。まず歌のシーンが多すぎる。これはさっき理由を書いたよな。付け加えるとするなら、アドという超ヤバい才能をせっかく使うんだから、そりゃどれだけでも時間を使いたくなるだろう。今回の歌の曲はどれも最高だ。特に新時代は私の中でエンドレスリピート確定だ。またこんな意見もある。ゲームのワンピースアンリミテッドワールドレッドが最高だったからああいうのを期待していたのにという意見だ。これもよくわかる。知らない人のために簡単に話すと、ワンピースレッドというゲームは白ひげロジャーとたった一人で張り合っていた孤高の海賊、赤の伯爵パトリック・レッドフィールドがボスキャラとして登場する。このゲームがものすっごい名作で最高なんだ。ワンピースとレッドという組み合わせからこのゲームを想像するファンも多かったことだろう。つまり今回の映画について批判的な意見というのは思ってたのと違うというものが多い。私も今回は歌が多いと知ってみなければ否定的に受け止めたかもしれない。映画を見るタイミングってのは大事だよな。さてここからはワンピースフィルムレッドで判明した事実について話していこうか。シャンクスはロジャーに拾われたとか、ルフィと歌の共通点がとかいろいろあったが、一番の重大情報はこれだろう。それはシャンクスの本名がフィアーランド・シャンクスということだ。フィアン・ラン・ディ・シャンクスだから、 D の一族でありながら天竜人でもあると、ワンピース考察会はかなり盛り上がっている。これが事実なら、シャンクスはワンピースの中でも特別最重要なキャラだということになる。しかし、みんな忘れていないだろうか。シャンクスと同様に D と王家の血を引く者が他にもいるってこと。この動画の最初にも言ったよな。同家のバギー。D 王家のバギー。みんな忘れてるんじゃないか？バギーがルフィを処刑寸前まで追い込んだという事実を。
主人公を最も追い詰め、七部海四皇となり上がった元海賊王のクルー、それが D 王家のバギーだ。これはもう確定だろう。ワンピースを手に入れて世界の歴史の全てを知る男はバギーだ。ルフィ、残念だったな。さて、半分ネタ話はこの辺にしておいて、最後に私のワンピースフィルムレッドに対する正直な感想を話すとしよう。いろいろ話してきたが、やっぱり一本の映画として評価するなら低い評価をせざるを得ない。なぜならば、見せ場と言えるシーンは一部のライブシーンとクライマックスの戦闘だけだ。物語のバランスも悪いし、ノリと勢い、よく言えば心意気で問題が解決してしまう。私が一番好きなワンピース映画フィルム Z と比べると、やはり映画単体としては低い評価になってしまう。ではこの映画が嫌いかと言われれば答えはノーだ。ウタの人生と選択、ウソップ親子の共闘、シャンクスの戦闘、そして一瞬ではあったがニカの戦闘、一ワンピースファンの私を満足させるには十分すぎるファンサービスだった。賛否両論あっていいが、悪いところだけを探してわーわー騒ぐのではなくて、自分の胸にグッとしまっておくべき作品だと私は思う。映画好きにはおすすめしないが、ワンピースファンには絶対的におすすめの一本だ。今後のワンピースへの期待とバギーのワンピース発見を祈って締めとさせてもらおう。今回の動画は以上だ。少しでもいいねと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしく頼む。それでは最後まで見てくれてありがとう。バイバイ。